吉田さんお疲れ様です。なんか20時間ライブのことを思い出したんですけども、あの時ずっと私が思っていたのはね、なんで他のやつこんなコメント少ないのかなと思ったんですよ。え、聞くことないのとかね。いや、稼いでるんだったら聞くことないと思うけど、そもそも稼いでないからライブ放送に参加してるんだよなと思った時に、何を聞けばいいかわからないっていう段階もあるんですよね。で、なんでそういうことになるかっていうと、行動してぶつかってないからなんですよ。いろいろやる中で問題点が起きてきて解決できないなっていうのが質問になるわけじゃないですか。でもやらなければやってないから疑問が起きないんで、ただ聞くだけになっちゃうと。で、そこに思いが込められてないから、右から左に行っちゃうんだと思うんですよ。だからそこが大きなところかなと。そしてね、やっぱり自分自身をモチベートさせるために、自分のコメントを読んでもらうっていう、これすごくね、嬉しいんですよね。それがわかるから、今私もたまについたコメントに返信するんじゃなくて、コメント返信動画をやるわけなんですよね。これはね、やっていても結構楽しいっていうか、次に繋がるんですよ。まあ、あんまりしつこくやると、それはそれで嫌われちゃうんでやらないですけども、動画を上げてコメントが100件つきました。その100件に対して、コメント返信を動画でするみたいなね、トークでするみたいな。そうすると、その動画に対してまた返信コメントがつくんで、それをまた読み上げるみたいなことはね、するわけなんですよ。まあ、あんまり深掘りするとね、しつこくなっちゃうんで、まあ大体1回転半ぐらいでやめるんですけどね、でもやっぱり自分のコメントが確かに読まれてるなとか、それに対して動画で返信されてるなっていうのは、まあ、嬉しいじゃないですか。そして他の人のコメントもただ見るよりも、こう聞くってことに対してね、例えばイヤホンしながら、いろんな作業しながら、運転しながら、自分のコメントも人のコメントも読み上げてもらって、その読み上げたコメントにリアルタイムで返信をさせてもらうと、こう聞くことによってね、楽しむこともできたりとか、あと他の令和新選組の山本太郎さんのファンの方が何を考えてるのか、どういう考えなのかってことをやっぱね、共有したいっていうところとかあるんじゃないかなと思うんですよ。で、私は切り抜き動画を組み合わせて、それに依存してアクセスを取るっていうよりも、私の考え方はこうですよっていうのに対して、私なりにね、山本太郎さんを切り口にして、久保哲郎に興味を持ってられるようにこうやってるつもりではあるんですよ。というのが、これは将来的に私がね、ビジネスの枠を超えて政治の世界に入っていくかもしれない時に、すごく大事な下積みになるからなんですよね。まあ、ですんで、遠くに旗を立てて、そこに向かって足元の一歩を刻んでいくっていうことかなと思いますね。まあ、これもだから、アクセスを取ったりとか、自分の目標を達成するために必要なプロセスだと思うんですけどもね。いかがでしょうか。お疲れ様です。